来る。もう今日は引かなくていいよ。エンジニアだ。スタートダッシュかな、決めづらくなったのかな。はい、みんな集合。はーい。早すぎない？なんだっけ。なんか。ここはちゃんと10秒の初手を押すようにしてるんですよ。なるほど。ここ、なんで自分の顔見えなくなっちゃうんだろう、これ。そうなんですよね。その帽子かぶると、ここに来ると目見えなくなるんですよ。見えない。何も見えない。はい。そんなメガネみたいなのに。そ3の入ってる。ヒントがすげえ。いやー、せっかく タスク詰めはしません。紳士風ですね。あ、タスクね。タスクね。右側タスクないんだけど。アスール酸がコミュダウンロード乳酸ダウンロードタスクやるぞタスクやるぞ。もう4人ぐらいいるな。ああ ナイスでーナイスでーす。じゃあ行ナイスこう。でーす。ありがとうございます。あ、コツ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 。こなしていきましょう。なんのヘイトだ？サクッとサクッと。あげた。サクッとザクッと。え、キルするってこと？ 自白いただきました。つってね。エンジニアはビントタスクしないと確か入れなかったような気が。フリープレイで試したときに。めっちゃ通っていくの見える。よく見えない。全然意識してなかったから見てなかったんだけど。あとはそれやっときたいな。よおーし。すいません、アドミニの弁当の中に入ってた方はどなたですか？その前にカフェの弁当が開いたんで、多分カフェからアドミン入ってきたと思いますよ、そのなる人。ほど。アドミンを見たら2がついてるのに、私以外誰もいなくて、ほで、ら。怖いなと思って出ようと思ったら、リンボさんが上上かから来らた。アドミンにそうそう入ってきたので、リンボ予さん約でのは直ったない。タイミングぐらいですね。シールドに僕いたんで、最後。見てます、名見乗えりる出のないか。感じですか？多分インポスターじゃないんですか？だとしたらイン院ポス外ターでですね。ね。カフェからアドミン？カフェの弁当が開くのが見えましたで、アドミンの方に行くかなと思って、アドミンに下ったところ、トラキスさんが出てきて、トラキスさんがその情報を出してるって感はい。じ。私の方が先に情報を出してるんで。キユさん、トーチンさんはその弁当に関われないかな？それでまあ、いいでリアクすよターね。直してるんそうで。ですね。弁当っおじて開いたのっていつぐらいですか、リンボさん。リアクタキユーさん直投げったぐ終わらいかるぐらいですよね、多分。な。じゃあ、アスールさそんう。まで厳しいかな。一応、その弁当入った人で否定できるのはミュウさんと、もう一人誰だっけ、シャドウさんかな。で、私からはリンボさんは、入ってないって言えます。首からはルイクさんが入ってないって言えます。じゃあ、黄色と黒ローラーする？ 誰人にも。しか残ってでもない。なんで、僕今、あれですよ。まだ。なんだっけ。ドレージにいますよ。
うん、黄色です。黄色エンジニア？エンジニアで入って、とりあえずちょっと黙っとこっかな、初手なんでと思ってたんですけど。強人、それ強人だ。とりあえずちょっと黙っとこっかな、初手なんでと思ってたんですけど。ちょ。このタイミングなんでアドミン死ぬかなと思って、中で見張っといてやろうと思ったら、逃げちゃって逃げちゃってあれっていう状態ですね。あ、怖いからなるほど。じゃあモツさん警戒すればいいのかですね。ヘイトは止まって超絶警戒してください。はい。本当にそう思ってんだったら名乗り出ると思うんだよな。やべ、録画中に席出ちゃった。いやーね、ここ2週間ぐらいずっと席止まんなくてやばいんだよね。ナイス。見えないと、びっくりした。はい、はい、なるほど。場所はアドミンで死んでました。はい。でちょっと死体が見つからない状態の通報がずっと出てて、はい、机にめり込んでるんで大丈夫です。多分めり込んでる感じで見当たらなくて、ちょっと探してるので多分3秒4秒ぐらい遅れてます。はい、はい。リアクター直しての水色とピンクです。はい。左にいたのがリン、その2人プラスリンボトーチンです。リンボトーチン、あれリンボさんいました？全然見えなかった。リンボさんいましたよ、大丈夫です、見てます。はい。ですね、右、初手右というかリアクター中右いたのはモツさん、ルイクさん、私かな。あ、そうですね。で自分はショートタスクあたりが終わったんで、リアクターに合流しようと思ってカフェテリアから上部エンジンのところですね、今、トラキチさんがやられてるのを見てます、あのタスクを。はい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 、はいはい、なるほど。あ、そうなんだ。シャドウさんは多分、リアクターが鳴った時にはアドミンの中にいて、私その隣で配線タスクをして、それを多分リンボさん見ながらどっか行かれた感じで。あ、ごめんなさい、結構ごちゃごちゃしてたんで覚えてないです、これ。あ、了解です。で、その後私は、なんだっけ、アッパーでタスクをしてました。リークさんとアクビさんは、僕はこの、保管庫から、ナビゲーション方面回って、タスクがそこに固まってたんで、ちょうど鳴ったときはこの字からウェポン入ったあたりで終わってます。あくびは、あれ黄色とすれ違ってます。タイミングアドミンに行って、アドミン僕ですか？あ、そうです。ごどうだったかな。あ、ナビゲーション入ったところで誰かとすれ違ったのは覚えてた、覚えてるんで。ボタン押して話しますね。はい、お願いします。ごめんなさい、時間取っちゃって。うん、まあ、さん人気だな。あれ、シューさんと、ごめんなさい、シューさんとアスールさんでしたっけ、リアクター直したって言ったの。ミュウさんです。いや、違います、ミュウさんです。あ、リンボさん弾けんなよな、多分。なるか、そうか。思いっきり急やってし。ナイスでーす。ナイスでーす。ナイスでーす。さっきの
ターンは僕はリアクター鳴ったタイミングでアドミンに行って、アドミンからリンボさんの後を追うように僕は出てってリアクター向かってるんですね。で、はい、株に到達する前あたりでリアクターが直ったので、僕はエレキでタスクをしてる途中でなったって感じなんで、まあリンボさんを追った後誰も見てはないので、その浮き地ではあるんですね。浮き地ではあるんですけど、うん、あ、あれですよね、リアクターなんかアドミンキルしてからリアクター鳴らした感があるんですよ、ね、いや、それはないです。それはない。ないはい、トラそれはない。誰か置いてきてる。あ、見てるからないけど、ね、その時には行ってるシャドウさんがいたってことか。いた、いた。正直。見てます。わかりました。まあ、あくびさんの動き本当じゃないですかね。僕、下から行ったなんて一言も言ってなかったから。ああ、そう。うん、一応黄色が最初所定カフェから弁当使って見てます見てます、はい、で酸素ルームのタスクやってそのまま下降りてってるんですよ、はい、でアドミンに入ったら下いいっていう状態で、はい、下から来てるんだったら黄色と合う気がするんですけど、ルイクさんがですよね、多分。そうですね、ルイクさんが、合うと思うんですけど、合ってない気がするんですよね。ルイクさんはナビゲーションあたりにいませんでしたっけ？ナビゲーション、誰かと、なんか入れ違いになったような気がするんですよ、ナビゲーションで。というか、もう位置的に筆頭なので、ルイクさん。そう、なんか、タンズリ入れてもいいんじゃないかぐらいの、だと思います。多分、アスルさん、てか。残りのタスク的に釣られて、もう、タスクしまくるもありなんですけど。どっちの方がいいです。どっちだろう。多分今の話聞いた感じ、シールさん、リンボ、トーチンさん、アスールさん、ミュウさんが左側に行ったってことですよね。そうですね。ミュウさんのセルフはあるかな。ワン、そう。名乗り出なかったな。セルフですか。かもしれへん。ごめん。そうですね。科学者だから。ダブ切り起きたらそれで詰められるし、30秒でパパッとボタンを押す技力が求められますね。全然誰も直さないし、ああダブルだ。トーチンさん左側で見た気がするけど、トーチンさん左いたっけ？トーチンさんは確かにロアあたりですれ違いましたね。うん。トラキチさんも上のあれの株エンジンのタスクやられてるの見てます。はい。で、シユさんとトーチンさんが確か最初は並走してましたよね。上から下へ。十字路あって、うんうん。してた、してた。これ今1分経ってました？ちょっとそこが微妙ですね。とりあえずダブキル、とりあえずダブキルとして仮定して誰か釣らなきゃいけないという前提で話を進めたいと思います。はい、シユさん、はい、私がエレキに入っていくのシユさんとアスールさんは見たんでしたっけ？うん。エレキだっけ、うん、そうですね。なんかどっかで外れた記憶はある。シユさんと、そうそう、ちなみにコミューサボ直したの黄色です。あ、そうなんだ。ああ、入っていくとこ見てます。じゃあ、モツさん違うんじゃないかな。黄色さんが直してるのと、を黒とタンが見てるので。はい。うん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 。ピンクリアクターでに入ったのは、CU さんわかりますか？
はい、リアクター入ってるの見てますけど、うん、うん、そうですね、この状況なので役職を全部出しましょう。水色エンジニアです。ピンク科学者です。バイタルが見れるやつです。バイタル情報あります？すいません、タスク音ゲーをやってたのでちょっと見れてません。モツさんとシユさんがエンジニア、はい、トラキチさんはエレキですよね。スムラです。はい、エレキですよね。スムラです。エレキです。エレキ、ちょっと待って、やばいな。シユさんが怪しいかなと思ってるんですよね、うん、さっきの発経路的に。誰にしたら、うん、私シユさんかなと思ってシユさんに入れた。あ、割れた。やばい、割れた。なんで僕に入るの？私ふざけて10秒で押しやったからな。これはマジか。全員集まったか？あ、マジか。マジか。そこ。GG。今ビシュって血が見えた。ねえ、モツさん、モツさん。はい。いや、いいわ。気づかなかったのかな。モツさん、あそこ名乗り出てよ。モツさん。モツさんがレポートすれば。どこに？びっくりした。バリバリ乗っかってた死体に。マジっすか。あ、あ、その熱そうですよ。あの、そうなんですよ。めちゃめちゃびっくりした。めっちゃ面白い。だから、もしてたもん、あの、コミサボ向かってるトーチンさん切っておいて。僕かくれんぼしてたもん。そしたら左上いましたよね。ああ、そしたら約束は合ってると思うので、キルの振り返りでシャドウさんはそうすると、うん、自分です。あ、スーラさんなんだ。いや、まああるとは思ったんだけど、カフェに行って入ったっていう途中でアドミンで切ってます。うん、薄いとは思うけど寄り道してます。うん、そうだよな。で、ダブルキルが、ダブルキルがそれぞれ誰がどこで、リンボーさんが、あの、あくびさんがリンボーさんキルして、モツさんが死体の上に立っており、まあ、これどういう状況なんだろうと思って、シールドつなぎ逃げを切りましたが、バレないんだと思って。トーチンさんを、あの、コミサボに向かってくるトーチンさんを切った瞬間にボタンになったんで、うん、死体も消えて、もうなかなか。なんか、うん、どうしようと思いましたもん。あの、最初にあくびさんと僕でコミサボ一番乗りでついてて、で、あくびさんに切られて、あくびさんが左上の隅っこの方に隠れてて、で、その後、モツさんに来て、レポートしてくれると思ったら、全然収まらないから。ゆっくりコミサボ直し始めてしまった。ガンガンにコミサボ普通に直しましたね。トーチンさんはどこですか？どこですか？トーチンさんは、あの、ストレージの右扉前です。マジで？そんな？あの、ちなみに、あくびさんがいるのは見えてたんですけど。あ、でもこれ変。あ、じゃあ無理だ。だからモツさんが直してんの見てますよって言って資料取り。ああ、じゃあダメだ。もうアスルさんも僕は完全に白だと思ってた。ああ、そう、それは。頭大丈夫です。完全に完全先般、あの、ボスなんで。面白くて。ちなみに、試合の上に立ってるんで。はい、ちなみに最後。最初から、初手から巨人なんで。そうそう。あそこ名乗り出てよ、あそこ。あれ、これマットメイトって役職なかったはずだよ。あそこ名乗り出なきゃダメだよ。初手から巨人コンビスタートしてたんで。やばいやばいと思って、絶対見つかると思って急いで端っこ行った。いやー、よかった。いや、逆言ったら、あの、あくびさんは見えてました。あ、左上にいるな、あそこタスクあったっけかなって思いながら、あの、こっち探直してました。危ねえ、なんとか、なんとかあくびさんに1票入れられてよかった。危ねえ、釣られるとこだった。とんでもない、とんでもないところを見てしまった。
面白いな。さらにあそこであくびさんに入れてんのも黄色なんで、あの大丈夫です、完全旋盤の強靭なんで。いや、あくびさんに入れるのは合ってるのよ。あくびさんに入れるのは合ってるのは、でもあそこは22で割れちゃいけないところだったんで。いや、いやギリギリだったから。いやいや、自分がトミサボで、あくびさんモスさん見てるって言っちゃったんで、多分客観視白目上がっちゃう気がするんですよね。いや、コミが長かったから多分あくびさんの白は取れない、しむしろ怪しい、怪しいぐらい。けど僕は結構最初の方からいました。はい、あのね、証言が入ったのを見ただから、その後のなんで一緒にいたとかじゃなくて入ったのを見たなんだろうなってちょっと引っかかってて。いやなんとなくだけど、ちょっとあくびさんっぽいなから来たとかが分かんなかったし、中にいたっていうのもあれだから。いやルイクさん連れたのよかったな。うん、いや覚えてなかったな。まあでも あそこでルイクさん釣るのは多分合ってると思う。こうしてダブルキルが起きて、そこまでは合ってますね。ダブルキルが起きたんで二郎いる前提で釣らなきゃいけなかった。そうそうそう、うん、っていうのができたので釣れなかったの、そこは合ってたかなと、っていうところでした。いや潜伏お見事でした。見事でした。面白かったです。面白かったです。いや、強人一人いたで。